今日も授業を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はですねテーマ2人とも新しいジャンルに行きます。高校野球。はい、夏です。高校野球です。今日は高校野球のナレーションに挑戦してみましょう。はい、はい、じゃあどっちからやりましょうか。最初からじゃんけん。じゃんけんいつもぐ。で負けた方からやるの。いや男気なから男らしくていいね。じゃあ数えから、はい、はい。とにかくテンポと明るさだけじゃ忘れんと、はい、まずはそこの2つにしようか、はい、2つに絞ろう、うん、テンポと明るさ。テンポと明るさ、はい、うん、お願いします。27年ぶりの決勝進出を決めた有田工業と創部4年目の早稲田佐賀、初の甲子園出場し、もう一度いいです。出た。すみません。 VTR は止まらへんで、はい、じゃあもう一回仕切り直しで出場出場出場出、うん、やばいな。出場甲子園出場をかけた出場。じゃあもう一回いこうか。はい、5、4、3、2、どうぞ。27年ぶりの決勝進出を決めた有田工業と創部4年目の早稲田佐賀、初の甲子園出場をかけた 両校の一戦。1点を追う有田工業は土壇場9回裏2アウトから3連打で満塁とし、打席には6番キャプテンの清水くん。同点となり試合は延長戦に。10回裏有田工業は2アウト1塁2塁で前の回同点の口火を切った3番北条くん。最後まで諦めなかった有田工業、粘りの野球で念願だった甲子園の切符を手に入れました。はい、OK、初出、あの甲子園出場をかけたの出場を乗り越えた瞬間に両校の一戦で崩れるっていうこれ一番ここからハラハラさせるところだから、はい、ここはもう流れで一気に、はい、うん、言わないとね。あと土壇場9回裏2アウトってなんかこうウグイス状みたいになってるから、ああここはまたドンと土壇場9回裏2アウト、9回裏2アウトっていうのはもうワンセンテンスでいいぐらいの迫力ある言葉だから、ここは一気に押し出してあげる、はい、あと清水くん北条くんは良かったね、はい、うん、家族は喜ぶと思う、はい、うちの息子がとかね、うん。夏連覇を狙う佐世保実業は6回、長崎日大佐々木くんにセンター前に運ばれ3対2と勝ち越しを許してしまいます。1点差のまま迎えた9回裏、打席には1番酒井くん。土壇場で長打が生まれ、さらにワンアウト3塁1塁のチャンス。ワイルドピッチで同点、試合は延長戦へ。11回佐世保実業ワンアウト満塁サヨナラの場面でエース木下愛志くん。激戦を制したのは佐世保実業、2年連続甲子園出場です。何そのチラッとした顔気づいた2年そうややっちゃいました。やっちゃったな。2年連続、はい、自分で書いてんのにこっちに書いてます。書いてんのにここ一番決めのところだからね、はい、うん、2年そうそう、何年連続、うん、2年連続です。2年連続、うん、はい。うちの娘小学校の2年生そうで、それは2年連続、あ、違うあ、2年連続間違えた2年連続。うちの娘は小学校の2年生、うん、2年連続。はい。なんでやろ。もう頭で考えるとこんがらがるでしょう。はい。そう、こんな簡単なのにっていう。で、佐世保実業は去年はどうだったんだっけ ？2年連続甲子園出場しました。うん、うちの娘は2年生です。はい。佐世保実業は2年連続。はい2年生。もし今年も出たら3年連続、はいはい、うちの娘は来年は2年生あ、3年生3年生はい、はい、OK 数字のアクセントだけはね、もう夢に出てくるまでやりましょうか、はい、はい、